ケイトリン・ブラックウッドは BBC1 の SF テレビドラマドクター・フーで幼少期のエミー・ポンド役を演じたことで知られる北アイルランドの女優。ケイトリンは2000年に北アイルランドのベルファストで生まれた。6歳の時に家族と共にスコットランドのインバネスへ引っ越し、以来そこで生活している。エディンバラを拠点とするタンカ大学で演技を学んでいた。2015年にはオンラインで 資金提供を受けたテレビドラマコップスモンスターズのエピソードプレパリング・ザ・ウェポンにアレクシス役で出演した。2017年にはライアン・ヘンドリックが監督したショートフィルムサンダウンに出演した。ドクター・フーでは11番目の時間ビッグバン・ヒトラーを殺そう。閉ざされたホテルマンハッタン占領で幼少期のアメリア・ポンドを演じた。 ケイトリンは成人のエイミー・ポンドを演じたカレン・ギランの10枚であったが、キャスティングされるまで対面したことはなかった。彼女が役に就いたのは外見がカレンに似ているためであった。ありがとうございます。